第3日、1日。米ペンシルベニア州、ランカスター CC5 打差5位から出た渋野ひな子は7バーディー。3ボギー。この日のベストスコアとなる66で回り、通算 3, 3アンダー207。首位と2打差の4位へ順位を上げた。14番パー4ではカップの円に止まったボールが10秒間止まった後に、コロリと入ってバーディーをダッシュ。10秒の奇跡を起こして弾みをつけた。 メジャー優勝となれば2019年8月の全英女子オープン以来5年ぶりの快挙となる22年大会覇者のミンジリーラ3人が5アンダーで首位に並んだ神様が味方をしているようだった首位と4打差で迎えた14番パー4ピンから10メートル渋野はバーディーを狙ってパターを振った転がったボールはカップの円に止まる不運なパーと思われたその時だった 10秒の間を置いて、ボールはカップにコロリと転がり落ちた。半分カップに覗いていて、風に押された。第3ラウンドが終了しても、アンダーパーが5人しかいない難しいコース。この日の渋野は、パット数がわずか27回で、グリーンで成功を収めた。11番では2、5メートル、18番では2メートルの重要なバーディーパットをしっかり決めた。 最終の18番はパー4ホール。残り約250ヤードの第2打をピンそばに完璧に寄せた。スムーズに沈め、この日7つ目のバーディーで第3ラウンドを締めくくった。19年8月にはメジャー大会である全英女子オープンを制し、渋子ブームを巻き起こした。しかし、最近はスイングの改造やコーチの変更など、試行錯誤を繰り返し、 成績が振るわない状況が続いていた。現在の世界ランキングは1 9 0位。今シーズンは9大会中6大会で予選落ちし、最高の順位は5時比だった。直近の大会でも2大会連続で予選を通過できず、苦しんでいた。絶望的な状況だったが、渋野は諦めずに頑張り続けた。今大会前には以前使っていた柔らかいタイプのドライバーとアイアンのシャフトに変更。 シナリオ使っってて打てるようになった22年8月の全英以来となるメジャーでの優勝争い吐きそうだったと競技中は必死に緊張感を封じ込めた大舞台の場数は踏んでいるだけになるべく集中し深呼吸してやったと精神面の揺らぎをプレーに出さなかった19年全英女子オープン以来となるメジャー2勝目へ向け 22年の全米女子オープン選手権を制したミンジリーラ3人を2打差で追う。運命の最終日。うーん。この位置にいると勝ちたい気持ちが芽生える。悔いの残らないプレーをして。見ている人が楽しめるプレイスタイルを心がけたい。渋子が復活を証明しつつあることは間違いない。この日も日本勢は上位に名を連ねた。三打差三位で出た佐藤優香は、 スコアを一つ伸ばし2アンダーで、首位と3打差の5位につけた。二日米女子ゴルフメジャー第2戦全米女子オープン最終日、渋野ひな子、サントリーが3打差の2位で終えた。自分はこの場に立てることが奇跡だと感じていたし、オリンピックも考えていない。この4日間は、この何ヶ月とは全く次元の違うゴルフができていた。でも、まだまだ下手くそだし、 これから相当頑張らなきゃいけない。ゆかが勝ったことは、すごくプラスな。前向きな気持ちにさせてくれる、トレードマークの笑顔も戻ってきた。中日スポーツ、笹生優香選手が全米女子オープンゴルフ選手権で通算4アンダーで優勝し、渋野ひな子選手も2位に入り、トップ10には日本勢が5人ランクインしました。笹生選手は5位スタートから4アンダーで勝利し、 渋野選手も12番でのバーディーで喜びました。またこの日2つスコアを伸ばした古江彩香選手は、通算2オーバーで6キ対、通算 3, 3オーバーの9位タイに、武田レオ選手と小岩井桜選手が入り、日本勢が5人がトップ10入りしました。全米女子オープンゴルフ選手権、全米女子オープン選手権で佐藤優香選手が通算4アンダーで大会制覇。 通算1アンダーの2位には渋野日向子選手が入るなど、トップ10に日本勢が5人と躍進しました。5位スタートの佐藤選手は、2番で最初のバーディーをダッシュ、6番ではダブルボギーを叩きますが、バックナインで4つのバーディーを出すなど、通算4アンダーで栄冠をつかみました。6月20日に23歳となる佐藤選手は、 2021年に続く全米女子オープン2勝目です。インタビューでは、家族のサポートをなくしてここに立つことはありませんでした、と涙を拭いながらスピーチ。辛抱強さが生きてきたと思います。このチャレンジを楽しめた、と笑顔を見せました。2019年の全英女子オープンで、予選落ちが続いていた選手が2位に入り、古江彩香選手はロキタイ。 武田レオ選手と小岩井さくら選手は9位タイに入るなど、日本勢が5人がトップ10入りしました。米国女子プロゴルフのメジャー第2戦で笹生優花が2度目のビッグタイトルを獲得。最終日に見事な逆転劇を演じ、通算5アンダーで首位タイを守り抜いた。笹生がマイペースのプレーを続け、全米女子オープンで2度目の優勝を果たした。感謝の言葉を多くの人に続け、 家族の支えに触れたとき、声を詰まらせ、寒類に無線だ。インタビューで日本とフィリピンの二つの国の代表として大会2勝を挙げたことについて尋ねられ、f e, e l s g r e a t 今度は父に捧げることができました。両親に恩返しができて嬉しく思います、と、満面の笑みで口にした。また、六番の四パッドダボについては、 いつもやってしまうと反省しつつも、2021年の時もそうだったと振り返り、幸運のダブルボギーなのかも、とポジティブに捉える。この、鈍感力、こそが世界最高峰の舞台で2勝を挙げる原動力になったのかもしれない。優勝で8月のパリ五輪出場の可能性も出てきた。出場選手は全部で60人。 代表決定は6月24日時点の五輪ランキングによる。各国代表は基本的には二人まで。ただし、ロレックスランキングを基準にした同ランキングで15位以内にいる選手なら、最大4人までが出場できる。代表決定までに米ツアーはあと二試合残っているが、そのうち一試合はやはりメジャーの全米女子プロゴルフ選手権とあって、その動向は気になるところ。 あと二試合あるので集中してやりたいと佐藤も貪欲なだけに、熾烈な代表争いとなることが予想される。佐藤ゆか2001年生まれ、フィリピン出身、アマ時代はアジア大会の女子個人戦で金メダル。オーガスタ女子アマ3位など活躍、19年に日本女子プロゴルフ協会のプロテストに合格し、20年にツアー初勝利、21年には 全米女子オープンで畑岡奈里のプレイオフを制し、メジャー初制覇を達成。同年の東京五輪はフィリピン代表として出場したが、その後、日本国籍を選択した。24年、全米女子オープンでメジャー2勝目を達成。日本ツアー通算2勝、米ツアー2勝、E.GOLF 編集部、第79回全米女子オープン最終日。 笹生が逆転勝利を遂げ、同大会2勝目を手にした。笹生がマイペースのプレーを続け、4アンダーで渋野ひな子に3打差をつけて全米女子オープンで優勝する。22歳11ヶ月での大会2勝目は史上最年少で、所有少子はフィリピン代表だったが、その後日本国籍となっている、アニカ・ソレンスタム、カリー・ウェブ、パク・インビに続き、 米国人以外で複数回制覇した選手としてレジェンドたちと肩を並べる。多くの人に感謝の言葉を続け、家族の支えに触れたとき、声を詰まらせ、貫類に無線だ。インタビューで日本とフィリピンの2つの国の代表として大会2勝を挙げたことについて尋ねられ、FEELSGREAT、今度は父に捧げることができました。 両親に恩返しができて嬉しく思います」と。